あなたのかけがえのないものは何ですか？24の瞳の木下圭介。こらえてくれ木下君。戦争が全てって言うんですか？親子の情を描くことがなぜいけないんですか？これからは僕がずっと一緒だから。病気の母を疎開させるために。あんな山奥に、そりゃ無茶ずら。帰りたきゃ荷物置いて帰っていいよ。泣き言こくなよ。勝坂に疎開するんです。そりゃ偉いわ。まあまあまあ、俺がやるからな。お前は夢を叶えたんじゃねえか。夢なんてこの国にはないよ。自分の息子に立派に死んでこいなんていう母親はいない。人生に立ち止まった時、監督、木下圭介監督。人は愛を知る。誇りに思うよ。始まりの道。